番線は海徳三崎口行きです。次は品川に停まります。発車までしばらくお待ちください。失礼いたしました。ご乗車ありがとうございます。海徳三崎口へ行きです。まもなく品川です。出口は左側です。 JR 線をご利用のお客様は乗り換えです。品川の次は京急蒲田に停まります。途中駅の北品川、新馬場、青森横丁、サメズ、立ち江川、大森海岸、台和島、大森町、梅屋敷のお客様は乗り換えです。この後普通電車をご利用ください。ありがとうございます。海徳三崎口行きです。次は京急蒲田です。羽田空港方面のお客様は乗り換えです。京急蒲田の次は京急川崎に停まります。途中駅の座敷6号土手のお客様は乗り換えです。お客様にお願いいたします。この電車には優先席を設けてあります。年寄りやお体の不自由な方、妊娠中の方を近くにお立ちいらっしゃいましたら席をお譲りください。また優先席付近では携帯電話の電源をお切りくださいますようお願いをいたします。
京急蒲田、京急蒲田です。羽田空港方面のお客様を乗り換えです。乗り換え1番線に停車中の急行羽田空港行きご利用ください。この電車は京急蒲田の次は京急川崎に停まります。途中の各駅のお客様は降りたホームの2番線、この後6両編成で参ります。通電車ご利用ください。ホーム中ほどでお待ちください。小島新田方面でお客様乗り換えです。京急川崎の次は横浜に停まります。中期の八丁の宛て鶴見市場、京急鶴見花月店前、生麦、京急新小屋、小屋、神奈川新町、中木戸、神奈川のお客様は乗り換えです。その次の京急川崎駅で後ろに4両新津市駅を連結し、金沢文庫駅まで12両編成で運転をいたします。京急川崎、京急川崎です。川崎第1、小島新田方面のお客様は下の方の3番線を乗り換えください。京急川崎の次は横浜に停まります。途中の各駅のお客様はこの後左側4番線に参ります。通電車ご利用ください。続いて後ろに4両新津市行きを連結いたします。しばらくお待ちください。でも連結の際多少揺れますのでご注意ください。